奥秩父山海とは、延山高原の南東に位置する、飯森山から、雲鳥山及び南は山、久保高原まで、広くはそれに東は、奥多摩エリア、北は両上山付近、南は大菩薩連邦までを加えた山海で、関東山地の中心部をなす。奥秩父山地ともいう。千曲川、荒川、笛吹川、 多摩川の四河川の水源域であり、山域に火山を含まないことも特徴となっている。奥秩父は山域が比較的広く2600メートル圏の広報を含め2000メートル級の山々が多数連なっていることから北アルプス、中央アルプス、南アルプスに比して東アルプスと山域の山小屋関係者は故障している。大きな保水力を持った森林と その水が川となって流れ出る渓谷の美がこの三一の魅力であるとして、英文学者で山旅を楽しんだ。田辺茂春は、雄大な日本アルプスの山々の特徴と並べて、1919年に、日本アルプスと秩父巡礼を、観光、1930年にそれは、山と渓谷として出版された。拳が竹三六の東沢渓谷拳が竹と山宝山最高峰、北。 奥船上岳監督山から眺めた奥秩父山海、監督山から眺めた奥秩父山海、監督山から、眺めた奥秩父山海上記の山々の連なりは、奥秩父主脈とも呼ばれ、重層登山の対象となることが多い。南アルプス、貝駒ヶ岳山頂から見た奥秩父山海、大菩薩連令の山々、小奈良山、帯名山、茅ヶ岳、黒富士は、古い火山。 とわたり尾根の唐松林ハフさんのコ滅が、林国下家の白びそ林、金宝山の竹缶馬廃松林。ありがとうございます。